ずんだいきりをお作りします。テンダリーレシピです。材料は、ホワイトラム、マラスキーノ、チェリーのリキュールです。とフレッシュライムジュース、そして自家製のシロップです。こちらは、今日はブレンダー、ジューサーミキサーにかけて、フロンズ状にお作りします。まずホワイトラム、こちらは、45ミリ、そして、マラスキーノ1ティースプーン、で、フレッシュライムジュース、こちらは、15ミリ、そして自家製シロップ、こちらは、10ミリ弱、甘さはお好みで加減してください。フローズンダイキリといえば、ヘミングウェイ、パツダイキリ、パパードブレが有名です。ヘミングウェイの場合はこの、お砂糖は一切入れません。そして、ダブル、倍の量でお作りします。はい、こちらにクラッシュアイスを入れます。硬さもお好みなんですが、ちょっと様子を見ながらお作りになるといいと思います。にかけます。一度硬さを見てみてください。ご覧いただけますでしょうか。ちょうどいい硬さに仕上がっているかなと思います。こちらを、できればこう冷やしておいたグラスに注いでください。フローズンタイプのカクテルはストローで召し上がっていただけますが、スプーンですくって召し上がっていただくこともできます。ストローの端はこのように斜めにカットしていただくことをお勧めします。この方が面積が広くなり飲みやすくなります。そして、2本添えます。デコレーションもお好みですが、視覚的にも爽やかさが出せるように、ミントの葉と、ライムのスライス、で、テンダリーではデコレーションにいつも飴細工も用意しています。ちょっと飾ってあげると綺麗ですね。はい、こちらフローズンダイキリの完成です。